姉様。負けた上に敵に救われるなんて。次はお前がやんのか。もうよい。そんな気分ではない。そっか、割れてねえよな、どこも。よし、じゃあ石になったこいつら元に戻してくれ。なんじゃと。お前ならなんとかできんじゃねえか。こいつら俺をかばってくれただけだ。何も悪くねえ。な、頼む。確かにその石化はわらわなら自在に溶ける。しかしそなた船で行きたい場所があると言っておったな。ああ、仲間が待ってるんだ。そうか、聞ける望みは一つじゃ。その者たちの石化を解くか、そなたがこの島から出ることを取るか、どちらか一つを選び、一つを切り捨てよ。ヘビ姫、お主そこまで。騙されぬぞ、本性を晒せ男よ。そっか、ありがとう。じゃあこいつら助けてくれるんだよな。どうもありがとう。一切迷いなし。あれほどの覇気を有する男が本陣のために頭を下げるか。あやつなら。ああ、なんだよって。あ、戦いの後のお食事というわけですかね。そういうわけなら俺は喜んで。な、名物料理はなんだ。やっぱ肉か。あなたにはお礼を言わなきゃね。ありがとう。いいよ別に、手なんか食えねえじゃねえか。背中のものを見られたら私たちはもうこの国にはいられなかった。入ってよいぞ。な、中へ入れ男。中、カーテンの奥じゃ。お、飯かな。邪魔しまーす。あ、飯じゃねえな。おい、裸になってどうしたおめ。相変わらず無礼な反応じゃ。まあよい、今一度よく改めよう。どこで見た、この印の意味がわかるか。さっさと答えよ。あまり見せたいものではない。俺が知ってんのとは少し違うみてだ。俺の友達にハチっていう魚人のやつがいて。魚人？ああ、こいつのおでこに似たマークがあったから勘違いした。そのマークは知らねえや。知らぬのなら話してやるがよい。ニョンガ、またどこから。素直になれ蛇姫。その男の懐の深さ、しかとその目で見たはずじゃ。大丈夫、安心して全てを吐き出せ。お主、海賊モンキー D ルフィで間違いにゃいな。ああ、そうだ、なんで俺のこと知ってんだ。これだけ世間を騒がせておいてのんきなモニョシャ。見よこにょ新聞、この男つい先日中枢のすぐそばにあるシャボンディ諸島にて天竜人を殴り飛ばすという神をも恐れぬ大事件を引き起こした張本人じゃ。天竜人を。そんにゃことをしでかして中枢の最高権力から逃げ切れている奇跡。事件の日からたった2日で今こんな遠い土地へ到達している事実、いろいろと理解しかねるがな。あなた何者なの。だから突然すっ飛ばされてよ。こりゃあここがどこかって分かってねえんだ。それにあの天竜人のことなら俺は後悔してねえぞ。何やろ、俺の友達に何したと思う。では天竜人に手を挙げたのは事実か。ん、まだそんな大バカ者がこの世界におったのか。
りみず天に挑んだ彼のような斧が、そなたの巨人の友が額に刻むシンボルの意味も。八のマーク、これは天かける竜の蹄、天竜人の紋章じゃ。世界貴族に飼われたものに焼き付けられる一生消えることのない人間以下の証明。天竜人、マラバたち三姉妹はその昔世界貴族の奴隷だった。お前らが奴隷。生まれて初めて見る男も恐怖の塊でしかなかった。落ち着いて。記憶は始終蘇る。おお、もういいよ、無理すんな、いいよ、離さなくて。ひどいものだった。何の希望も見出せず死ぬことばかり考えていた。お前だが4年経ったある日の夜、世界政府が青ざめるような事件が起きた。天竜人には誰も逆らわない、それが鉄則の世界。あのレッドラインを素手でよじ登り、天竜人の住む聖地マリー城へ一人乗り込んだ男がいたのじゃ。彼こそが後に魚人海賊団を率いる冒険家フィッシャータイガー。魚人たちを多く虐げるその町の奴隷解放のために彼は力の限り暴れ回った。自由だ。種族として人間を嫌ってはいても、奴隷たちに区別せず何千人ものあらゆる種族を解放してくれたのじゃ。マラバたちも決死の思いで逃げた。知れない恩がある。タイガーは多くの魚人たちを海へ解放したが、奴隷だった者たちの烙印が消えることはない。世界政府を敵に回したタイガーはその者たちと太陽の海賊団を結成し外海へ飛び出したのじゃ。まるで呪いをかき消すかのように、皆の体に刻まれた天竜人の紋章を、太陽のシンボルに変えて。そなたがわらわの烙印を見間違えたというのは、その魚人海賊団の太陽のシンボルであろう。あ、そうだ、ハチのおでこにあんのは太陽みてえな形してる。じゃあ、あいつも奴隷だったのかな。必ずしもそうとは限らないわ。あれは奴隷だったものとそうでないものの区別を分からなくするために刻まれるシンボル。太陽の海賊団に所属していたことは間違いないでしょうけど。ちなみにフィッシャータイガーはもう死んで、魚人海賊団はいくつかの一味に分裂したようじゃがな。ハチにもいろいろあったんだな。これが私たちの背中のマークと魚人のマークが似ている理由よ。そうか、わかった。ぼんやり。くしくもわらわたちは奴隷であった時、余興で口にさせられたメロメロの実とヘビヘビの実の能力のおかげで国を騙し秘密を守ることができている。もしもあの時そなたがソニアの背中をかばってくれなければ、わらわたちはもうこの島にはおれぬところであった。誰にも過去を知られとうない。たとえ国中を欺こうとも、わらわたちは一切の隙も見せぬ。もう誰からも支配されとうない。誰かに気を許すことが恐ろしい、恐ろしゅうてかなわぬのじゃ。
姉様、はあ、しかし久しぶりよにょう。そなたがこうも感情を表に出すにょは、近年ではもはや蛇姫様は氷にでもなってしまわれたのかと。黙れ、国を捨てた裏切り者。黙るのはお主じゃ。天竜人から逃れたのは良いものの、どうすれば島へ帰れるかと路頭に迷っておった昇進の小娘さんに、一体誰がここまで連れて帰ってやったと思うとるにょじゃ。すべてわしが外界で暮らしておったおかげではにゃいか。小さな恩を振りかざしおって。にょにょ、四番。わしゃいつも親同然にそなたらを見守って、はいはいはい、それを小さな恩だと姫姫ね、いえ博士マリソンや。そなたは、あ、奴隷であったわらわを下げすむか。は何言ってんだおめえ。だから俺天竜人嫌いなんだって。そなたを気に入ったぞ。もう一つ望みがあると申しておったな。よかろう、目的地を言え、船を貸そう。本当か。四番様。どうしたにょじゃマーガレット。ルフィが村の女の子たちに大人気になっちゃって。まあ男にゃど珍しいからにょ。どう豆婆さん、ここは村の片隅、ゆっくりしてゆけ。お主豆って、食料持参か、茶でも入れてやりなさい。はい。婆さん新聞好きなんだな。カームベルトにはニュースクーが根拠でな、なかなか手に入らぬが、我が国の皇帝が七部会である以上、この世の情勢くらい知っておかねばまずかろう。七部会誰が？蛇姫じゃ。あいつ七部会？いや、戦ったらすげえ強いのか。そなた海賊なのにわからんかったのか。わからんかった。新聞にゃど読んどらんのか。なんだ。踊れた。蛇姫がこの国の皇帝並びにクジャ海賊団の船長となったのは11年前。あの子はまだ若かったが、たった一度の遠征でその首に8000万の懸賞金をかけられた。一度でか。もともと轟いておったクジャの悪名と相まって、中枢の者たちは即座に蛇姫を警戒し、七部会への加盟を進めてきたにょじゃ。だが今やその称号も剥奪の危機。というにょも、七部会と海軍本部が白ひげ海賊団と戦う。なんだそれ、どうなるんだよ。あ、ちょっと待てよ。いろいろ一気に聞きすぎた。呆れた男じゃ、無知にも程がある。ただその話はな、あくまで予測じゃ。しかし十中八九戦いは起こる。世界政府は打って出たのじゃ。白ひげは仲間の死を決して許さぬ男。それを知ってなお、白ひげの優秀な部下ポートガス D エースの公開処刑を発表した。どうしたの？誰？エース、秘剣のエース。処刑？何でも黒ひげという海賊が秘剣のエースを討ち取ることで新たに七部会に入ったとか。黒ひげ。中枢の者たちは突然手に入った大物エースという海賊の身柄を大きく利用し、今回の。ばあさん！兄ちゃんなんだよ。エースは俺の兄ちゃんなんだよ。なんと、まことか、そなたの兄。捕まってたなんて知らなかった。
処刑ってなんだよ、もう逃げられねえじゃねえか。この戦いに白ひげが勝てば救われる道もあろうがニュー。どうしよう、公開処刑ってどこでやるんだ。ああ、海軍本部を有する町マリンフォードの広場、一週間後とあるにょで、今日から実質6日後か。え、すぐじゃんか。ここからシャボンディ諸島まで何日かかるんだ。まあ一週間以上かかると思った方が良いな。そんなかかったら仲間たちに会う前にエースの方は全部終わっちまうよ。じゃあここからエースのいるとこまでは幽閉中のインペルダウンへじゃと、海賊船なら1週間、海軍船なら4日。なんで海軍の船はそんなに早いのか。世界政府専用の海流があってにょ。エニエス・ロビー、インペルダウン、海軍本部、変形した巨大な渦潮がこの3つの機関をつないでおるにょじゃ。それぞれの持つ正義の門と呼ばれる巨大な門を開閉することで、海流を流し込み3つの機関へ到達できる。つまり門が開かなければただ渦に乗り続けるだけ。海賊船などはむしろその渦を避けていかねばならぬため、どうしても遠回りになる。どうしたらいいんだ。どうしたいのじゃ。まさか兄のビブルカードか。あ、それあなたが大事にしてた動く紙。あれとは別の紙だ。これはエースのやつ。別名を命の紙といってな、持ち主のおる方角と生命力を示す。じゃあそんなに小さいのは。もらった時は10倍くらいあった。エースにはエースの冒険がある。お前にこれを渡したかった。ほら、あ、ん、そいつを持ってろ。ずっとだ。なんだ、紙切れじゃんか。そうさ、その紙切れが俺と前をまた引き合わせる。はい、いらねえか。いや、いる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。つえ兄ちゃんを俺が助けたいなんてエースに怒られるだけだ。悪い、みんな、俺ちょっと寄り道してくよ。俺エースを助けに行きて。あ、それがどれほど無謀なことか、この戦争がいかなる規模のものか分かっているのじゃな。嵐の中にアリが一匹飛び込むも同じこと。何もできずただ弾かれて終わりという結果もある。どうなるかは関係ねえ。とにかく生きて。これをどっかで黙ってやり過ごすことなんて俺にはできねえ。はい、分かった。今世界一重要な囚人を助けるか。そのチャンスが万に一つもあるとすれば、今幽閉されておる大監獄へ行くべきじゃな。マリンフォードの処刑場に連行されれば、海軍大将と七部会がそのガードを固めてしまう。とはいえお主の兄が現在最重要囚人である以上、監獄の警備網も確かな戦力が傾けられておって、当然中に侵入するなどまず不可能。ついてからのことよりつけるかどうかが問題だ。エースがそこにいるうちにつかねえと。でっけえオールがあれば俺力いっぱい。待て待て、そんな力技では解決できぬ。これもまた可能性は薄いが、今日まで固くなに断り続けておる七部会の強制招集、エビ姫がもしこれに応じてくれれば、それに乗じてお主を軍艦に乗せることができる。軍艦に？海軍の船があんのか？じゃあ俺あの女に頼みに行く。ニャンバー様。どうしたエニシダ、慌てて。よかった、今ちょうどニャンバー様を呼びに行こうと。あ、何があった？
それが蛇姫様が原因不明の病で倒れてしまわれて。倒れた。日本版ふざけるのはやめて。姉様が苦しがってるじゃない。誰もふざけてなぞおらんには、そうか、なんということは、なんとも場をわきまえぬウイルスめ。ウイルス、何か心当たりでも。ニョンバ苦しい、わらわは死ぬのか。ああ死ぬなんてこと。バカな冗談はやめて。ニョンバ先代皇帝もこの病で死んだ。先々代も同じだったそうじゃ。実はわしも同じ病にかかり国を飛び出し生きながらえた。蛇姫やわしと共にモンキー・ディ・ルフィが来ておる。ちょっとニョンバ、頼み事があるようぞ。話だけ聞いてやってくれるか。姉様がこんな状態の時に何を考えて。立った。構わぬ、聞こう。なんたる強運、モンキー・ディ・ルフィ。まさか誰一人動かせぬこの山を動かしてしまうんよか。何か用か、ルフィ。ああ、頼みがあんだよ。お前、病気いいのか。わらわは病になど支配されぬ。今度処刑される白ひげんとこのエースって海賊は俺の兄ちゃんなんだ。エースを助けたい。でも海賊船じゃ間に合わねえんだって。そなたの兄が、あの白ひげの。お前、海軍の迎えの船に乗って俺をエースのいる監獄へ送ってくんねえか。何を身勝手なことを。麦わらのルフィ、そなた姉様の心の傷を知ってなお、あの忌まわしき土地へ行けというの。なんてひどい男。情けをかければつけやがって。これだから男はもう姉様の堪忍袋も限界よ。石にしてそこから突き落としてやって。七部会の召集に応じろというのね。姉様、やっちゃえ。そなたがそれを望むなら。ああ、わらわ、どこへでも行きます。よかった、ありがとう。これで処刑日前に間に合うぞ。へ、蛇姫が中枢へ行くことを決意した。どういうこと、ニョンバ。蛇姫の病は恋煩い、先代たちの死因は恋焦がれ死に。東の海にはこんなことわざがあるという。恋はいつでも。ルフィの頼みに逆らえる気がせぬ。つい中枢へ行くと、しかし悪い気もしておらぬ。それが恋じゃ。恋、思うても会えぬ苦しみはやがてそのものを衰弱させ死に至らしめる。先代皇帝たちは惚れた男ができても皇帝であるがゆえにその思いを押し殺して島に残るしかなく、やがてその苦しみは身をむしばみ、ついには命まで奪うことに。じゃが、あの男と共に行く決断はそなたの命を救う。中枢へ行き七部会の称号を守ってくれれば、この国を守る結果にもなり、モンキー・ディ・ルフィの手助けにもなる。どういう星のもとに生まれてきたのか。通常海賊が大監獄へ行きたいと願って行き着く手段など捕まるほかにないというのに。プル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 。わらわじゃ。ボア、ハンコックか。こたびの召集の件応じることにした。ただし一つだけ条件がある。もし
その条件を飲めぬというのであれば。聞かせてもらおうか、その条件とやら。